2018明治安田生命 J2 リーグ第6節福田電車アリーナよりジェフユナイテッド千葉対京都サンガ FC の一戦をお送りしていきます。それではフォーメーションでジェフのスタメンをご覧いただきます。今日も3バック予想です。ゴールキーパーロドリゲス、ディフェンス鳥海、近藤、エベルトでダブルボランチ予想にしました。熊谷アンドリューと茶島、ウィングバックは溝口と杉山団と初スタメン、そして車道に清武、船山といてワントップ強はラリベーではなくてイブスキが入ります。それでは京都サンガ FC、 こちらもフォーメーションでご覧いただきます。4-3-3 のシステムで予想しています。ゴールキーパー清水、ディフェンス4バックは石光、染谷、田中マルクス、プーリオ、本田、アンカーポジション宮城、その前に根本、先頭、そして3トップの形、右に小山津、中央レンドロペス、そして左に野沢と入ります。今度は溝口、溝口のクロス、ファーサイド飛び込んでくる、エベルト、素晴らしいボールでしたね。ここで飛び込んできました、エベルト、初ゴール、ジェフユナイテッド千葉先制。まあ3バックの脇の選手がやっぱボックスの中でフィニッシュ関わるわけですから、まあ、人数もかけれてますし、まあ本当ドフリーでしたね。狙ってきましたが壁に当たって左足シュート、ここもブロックセカンド、ゲッショー、熊谷アンドリューが決めていきました。まずこの茶島のキックからシュートのこぼれ球ですよね、早かったですね一瞬ね、はい、まあ、冷静に決めましたね。でここでイブスキに入って、でこれがパスになります。そうするとジェフのペースになって船山から左サイド杉山なんとへ、杉山中持っていって左足シュート、ー枠を捉えていました。まあ、今のはうまくはめながらね、京都の方が少し前がかりにスイッチ入れたところですよね、まあ、そこをうまく回避して逆サイドまでボール持ってきましたけど、近藤が縦に送ったこのボールを奪っていったトゥーリオ、中央でセット、さあチャンスにしたい京都、左から湯沢が行きます、中央はレンドロペス、向こうからは小山津、中にカットイン、いいディフェンスがありましたが、セカンド本田のクロスはヘッド、飛び込んでいきましたが、最後はトゥーリオが最後尾から来ていました。トゥーリオですね、まあ質の高いボール入りましたね、では大輝が合うと岩崎が入ります。ここでユザーが受けます。こういった位置で受けるシーンもあまり多くなかった前半ですが、だいぶ増えてきました。ユザーは運べる選手、このキレキレのドリブルから中央カットインシュートへ、まあ一つ良さ出ましたよね、まあ、受けたところ、そして運ぶ力でシュートまでのイメージしっかり持ってたと思いますね、はい、まあ、狭いところ振り向きましたけどね、まあ、前にスペースあったらどんどん仕掛けてきますし、まあ、仕掛けながらいろんな景色があると思いますけど、はい、まあ、自分の中でこうシュートまでのイメージしっかり持ててるんで、まあ、足振り抜きましたね。さて先頭の右足、ワンツーワンディフェンスになっています。イブスキのクリアボールは拾って湯沢だ、左足、うん、いや、いいんじゃないですかね、はい、この時間帯は京都シュートまでの可能性十分に感じます。田村のクロス中央へ、レンドロペスの落としからシュートまでいった、岩崎のシュート、あ、素晴らしい反応ですね、ロドリゲスが成功しました。はい、反応だ、枠はしっかり捉えていました。このターンからのシュート、やりきりますか、矢田から左サイド、溜田に来る矢田のシュート、右足で狙ってきました、右足ですね、彼はレフティーです。そしてここで試合終了の笛、
今日はこのエベルトのゴールもありました。ジェフユナイテッド千葉2対0、ホームで連勝、そして今シーズン初のクリーンシートを達成しました。